明治神宮野球場です。高校チーム対先攻チーム、この試合の模様をお送りいたします。高校チームの先発は右の森下、先攻チームの先発は右の佐々木、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。右の森下、マウンドに上がりました。どういった立ち上がりを見せるか。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは森。第9、初球を打った、ピッチャー返し、ライナー破った、森ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。あーっと、ショートフライになった、掴みました、送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第9、投げました、ストライク、少し迷ったか。初球空振りから、縦のカーブ、ボール、一塁へ牽制球を送ります。第3球はボール、投げた、4球目空振り、伸びのあるストレート。第5球投げた、149キロ直球、空振り三振。バッターは4番石川、見送ってストライク、いきなり150キロ。投球これから2球目、打ちました、ショートバウンド、ボールを掴んだ、うまくさばいています。スリーアウトチェンジ、一塁ランナー残塁です。先攻チーム無得点で終了です。右の佐々木、登板です。今日はどんな投球を見せてくれるのか。1回の裏、高校チーム攻撃に入ります。打った、バットが折れました、ライトへ上がった、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは2番、第9、投げた、初球から打ってった、抜けた、いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。投げた、縦のスライダー、ボール。第2球ストライク。第3球を投げた、打った、これは内野ゴロ、ショートから2塁送球、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。1回の裏が終わりまして、先攻チーム同じく立ち上がりを無得点に抑えています。2回の表、先攻チーム攻撃に入ります。この回のトップバッターは菊田、外れた、ボール。第2球カットボール決まってストライク。第3球は真ん中に決まった、ストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、ボール、内角低め。さあ、5球目打った、1、2塁間への当たり、森下取ってアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。初球空振り、いきなり150キロ。第2球投げました、カットボールはボール。第3球は3球目空振り、タイミング合いません。投球これから4球目、打ちました、三塁線フェアだ、古林ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。右バッターボックスは小林、低め見送ってストライク、初球ストライクから打った、ショートバウンド、ボールを取った、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。2回の表が終わって先攻チーム無得点で終了です。2回の裏、高校チーム攻撃に入ります。投げました、打ちました、初球打ち、アルボー。第2球
投げました。インコース高め、ボール。第3球を投げました。3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。次が4球目、投げた。内角低めいっぱい、見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった。第9球投げた、初球外れても投げた、見送ってボール。投球は3球目、投げた、低め決まってストライク。第4球を投げた、打ちました、1、2塁間のゴロ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは DH の海老名。第9球、1球目ストレート空振り、いきなり163キロ。1球目空振りから第2球、これもしかし空振り、これで追い込みました。追い込んでから投げました、三振。最後は空振り三振で仕留めました。2回の裏が終わりまして0対0、両チーム無得点です。3回の表、先攻チーム攻撃に入ります。トップバッターは遠藤、投げました、直球見送ってストライク。第2球投げました、危ない球。第3球を投げました、ボール。投げました、打ちました、佐藤。ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッターは9番水上。第9球投げた、初球はストライク。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、見送ってストライク。投球これから4球目、流し打ち、どうだ。これはファースト間に合いません、ファールボール。投げた、打った、佐藤取った、一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。打順は1番に帰って森。第9球投げた、危ない球。第2球投げました、2球目空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、危ない球。第4球を投げました、決まってストライク。第5球投げました、打ちました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。先攻チーム結局この回3人で攻撃が終わっています。3回の表が終わって0対0、両チーム無得点。3回の裏、高校チーム攻撃に入ります。この回のトップバッターは佐藤。第2球投げました、打ちました、ファール。第3球を投げた、危ない球。第4球を投げた、ストレートはボール。第5球投げた、ボール。第6球を投げた、打った、サードの左、サードから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスには佐藤。第9球ストレートはストライク、いきなり162キロ。第2球投げた、打った、左中間へのフライですがヒットになります。佐藤、いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。第2球投げました、2球目ストライク、もう追い込んでいます。第3球一塁ランナー走った、盗塁を許します。ランナーを二塁に進められてしまいました。さあ、リプレイです。次が4球目、投げました、打った、当たり損ない、森。ボールを取る、一塁へ送る、アウト。先行チームなおもピンチが続きます。内角高め見送ってストライク、いきなり163キロ。第2球打ちました、セカンド左横のゴロ、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。得点圏にランナーを送りましたが先制点には至りません。序盤終了しまして0対0、先攻チームこの回、ゲームは中盤戦に入ります。先頭バッターは黒川、第1打席はサードフライに倒れています。
第2球投げました。打ちました。ショートバウンド。佐藤軽快な守備を見せました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番井上。今日の第1打席はスイングアウト。第9外角高めボール。第2球投げました。2球目空振り。少し迷ったか。投球は3球目投げました。ボール。第4球は打ちました。これは内野フライ、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番石川。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。初球打ち引っ張った。ファールボール。第2球投げた。外角高め空振り。これで追い込みました。第3球は1つ外してボール。さあ4球目空振り三振、バッターアウト。最後は伸びのあるストレート。最後はスイングアウトの三振に倒れました。4回の表が終わって0対0。先攻チームこの回、後攻チームこの回は2番からの好打順。投げた。初球を打ちました。ライナー破った。ライト前ヒット。ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。バッターは3番勝又。これが2度目のバッターボックス。投げた。ボール。第2球投げた。真ん中にストライク。投げた。バッターの足元。次は4球目投げました。ここは送りバント。ファール。次は5球目投げました。低め空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。見送ってストライク。いきなり163キロ。第2球投げました。引っ張った。ファール。第3球を投げました。縦のスライダー。空振り三振。全くタイミングが合いません。バッターは5番高部。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げました。またも空振り。タイミング合いません。ファーストランナーをちらっと見て第3球を投げた。打った。ボテボテのサードゴロ。一塁へ送る。判定はセーフ。記録はヒットになりました。先攻チーム先制のピンチを迎えます。バッターは指名打者海老名。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球投げた。ストレート見送ってストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。第3球は打った。引っ張った。レフトへの当たり。レフト下がった。ヒット。ボールは中継。これで均衡が破れました。海老名タイムリーヒット。先攻チームなおもピンチが続きます。バッターは7番佐藤。佐々木ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。タッチセーフ。第9投げた。決まってストライク。いきなり161キロ。一塁牽制。一塁タッチセーフ。第2球ストレートはボール。第3球は決まってストライク。追い込んでいます。一塁へ一つ牽制球を送りました。佐々木ランナーの動きを警戒しています。163キロ直球。空振り三振。三振に切って取りました。4回までが終了しまして1対0。佐々木とうとう打たれてしまいました。5回の表1点を追いかけます。先攻チーム攻撃に入ります。トップバッターは菊田。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げた。低め見送ってストライク。追い込んで投げた。1球外した。ボール。次は4球目投げました。低め空振り三振。2者連続三振になりました。バッターは DH の紅林。初球決まってストライク。まずは入れてきました。1球目ストライクから第2球投げました。打ちました。いい当たり。右中間へ上がった。ワンバウンドヒットになる。紅林一気に二塁へ。紅林ツーベース。高校チーム同点のピンチを迎えます。リプレイをご覧ください。
右バッターボックスは7番小林。先攻チーム一打同点の場面を迎えています。初球ストライクから第2球打った、センター前進、取りました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第1球投げました、ストライク。第2球、2球目ストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、危ない球、投げました、インコース引っ張った、ボールはライナーでライトへ掴んで、これで3アウトになります。先ほどのプレーです。得点圏にランナーを送りましたが、同点に追いつくことはできませんでした。5回の表が終わって1対0、高校チーム5回の裏、高校チーム攻撃に入ります。先頭バッターは佐藤。第2球打ちました、水上、余裕があります。ハードグラウンドで取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは9番海野。最初のバッターボックスはダイヤゴルに倒れています。初球空振りから2球目ストライク、これで追い込みました。投球はこれから3球目、1球外してボール。第4球はアウトコース高め、外れてボール。第5球投げた、打った、ピッチャー返し、抜けた。海のいいバッティングを見せました。さあリプレイです。今日はライトフライとセカンドゴロ、投げた、危ない球。第2球投げた、完全に外れた、ボール。第3球を投げた、危ない球。次が4球目、投げた、ストレート、見送ってフォアボール、ストレートのフォアボール。第1球縦のスライダー、ボール。投げました、打ちました、これはゲッツーコースか。黒川掴んだ、一塁送球、アウト。先攻チームなおもピンチが続きます。第1球投げました、初球打った、ショート、これは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。ツーアウト二塁三塁のチャンスでしたが得点できませんでした。前半が終わりまして1対0、高校チームこの回0点。バッターは代打田辺に代わりまして、第1球投げました、初球ストライク。1球目ストライクから投げました、ボール。第3球を投げました、3球目空振り。高校チームここは引っ張りに警戒します。第4球を投げた、外れた、ボール。次は5球目、投げた、引っ張った、勝俣、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッターはトップに帰って森。第1球投げた、流し打ち、内野ゴロ、三塁線フェアだ。森ナイスバッティングです。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。左バッターボックスは2番黒川。今日はサードフライとセカンドゴロ、タッチはセーフ。第1球投げた、外側決まってストライク。一塁牽制球を送ります、タッチセーフ。打ちました、打球は左中間に上がった、これはヒットになります。黒川いいバッティングを見せました。高校チーム同点のピンチを迎えます。バッターは3番井上。今日は三振とキャッチャーフライ。第1球投げた、初球見送ってストライク。まずは決めてきました。投球これから2球目、低め決まってストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、見送ってボール。第4球を投げました、ライト2個目、見逃し三振。リプレイをご覧ください。バッターは4番石川。今日はショートゴロと三振、ストライク。まずは入れてきました。第2球
インハイ際どい球ボール投げました。打った、三遊間抜けた、バックホーム間に合うかどうか、ホームイン。高校チーム追いつかれました。1対1。さあ先ほどの同点の場面です。バッターは5番菊田。今日はファーストゴロと三振、決まった、ストライク。いきなり152キロ。第2球まっすぐ見送ってストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球を投げました、打ちました、切れていきます、ファール、ボール。投球これから5球目、打ちました、これは内野ゴロ、ピッチャーから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。6回の表が終わって1対1、先行チームこの回1点返して同点としています。さあここは守備を変えてくるようです。6回の裏、高校チーム攻撃に入ります。ここまで2打席連続、初球から打ってった、フラフラっと上がった、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番高部。第1球投げました、初球空振り、いきなり162キロ。第2球ボール。第3球を投げた、ボール。第4球は打ちました、あっと引っ掛けた、小林下がっていった、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは指名打者海老名。第9球投げた、内角低め見送ってストライク、いきなり163キロ。初球ストライクから第2球打ちました、あっと引っ掛けた、内野ゴロ、アウト、スリーアウトチェンジ。佐々木三者凡退に抑えています。6回の裏が終わりまして1対1、現在同点です。さあここは守備を変えてくるようです。第9球初球はストライク、まずは決めてきました。第2球見送ってストライク、軽く追い込んでまいりました。追い込んでから投げた、アウトコース高め、空振り三振、森下見事なピッチングです。右バッターボックスは小林、今日はショートへの警察だとセンターフライ。さあ次の投球投げた、インコース低め、縦のカーブ外れてボール。投げた、危ない球。第4球を投げました、危ない球。第5球投げました、変化球外れてフォアボール。バッターは8番遠藤、今日はファーストライナーとライトライナー、まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。投げました、打ちました、初球打ち、ヒット、ボールは中継、遠藤ナイスバッティングです。高校チームピンチを迎えます。さあこの勝負でゲームの流れを引き寄せるか。高校チーム外野は浅めの守備を取ります。第2球投げました、ボール、外角低め。第3球は決まった、ストライク。セカンド牽制球です、2塁タッチはセーフ。投げました、外れた、ボール。第5球投げた、真ん中ストライク、タイミング合いません。第6球を投げた、低め外れてフォアボール、これで満塁です。第1球決まってストライク、いきなり152キロ。さあ次の投球ストライク、これで追い込みました。投球はこれから3球目、1つ外したボール。第4球を投げた、打った、ファールボール。第5球投げた、ボール。投げた、インコース低め、空振り三振。さあリプレイです。先ほどヒットを放っている黒川、第9球直球見送ってストライク、いきなり150キロ。
第2球投げました。ストライク。追い込んで投げました。危ない球。さあ4球目打ちました。打球は三遊間へ。アウト。スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。森下やりました。さあ試合終了まで何が起こるか分かりません。7回の裏、高校チームラッキーセブンの攻撃に入ります。トップバッターは佐藤。今日はサードゴロと三振。第2球投げました。インローに送ってストライク。第3球を投げました。ボール。第4球を投げました。打ちました。アズ落下点に入った。ファウルグラウンド。キャッチしています。バッターは8番佐藤。今日3打席目。ストレートはボール。第2球投げた。顔の前通過。投げた。3球目ストライク。次は4球目投げた。打ちました。右中間へのフライ。掴みました。これで2アウト。ランナーありません。バッターは9番海野。これが3度目のバッターボックス。決まった。ストライク。まずは入れてきました。第2球真ん中にストライク。これで追い込みました。第3球を投げた。危ない球。第4球を投げた。打ちました。一、二塁間ライナー破っていった。海のいいバッティングを見せました。さあ2アウトから勝ち越しのランナーが出ました。高校チームダイソーを送ります。片岡一塁に入りました。第9球投げました。ストレート見送ってストライク。いきなり160キロ。第2球投げました。打ったいい当たりだ。抜けた。ボールは中継。ナイスバッティングです。先行チームピンチを迎えます。先行チーム一打負け越しのピンチを迎えています。初球を打ちました。ボールはライナーです。左中間へヒット。片岡一気にホームイン。二塁ランナーホームイン。先行チームここで勝ち越されました。2対1。リプレイで勝ち越しのシーンをご覧いただいています。さあ2アウトランナー一塁二塁という場面で勝又投げました。打った。ファール。第2球投げました。打った。痛烈な当たり。ピッチャー返し。センターバックホーム。勝又いいバッティングを見せました。先行チームなおもピンチが続きます。第9初球引っ張った。ライトの右フェンス直撃。高校チームこの回3点目。タイムリーツーベースヒット。先行チームなおもピンチが続きます。ツーアウトランナー二塁三塁となりまして高部。第9打ちました。ファウルボール。第2球危ない球。投球はこれから3球目。ボール。次は4球目投げました。打った。ライト落下点に入りました。取ってこれで3アウトチェンジ。7回までが終了しまして4対1。先行チーム3点をリードされています。森下降板。マウンドに上がったのは岡野。今日2番手としてマウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。第9。おっとデッドボール。デッドボールの際どこか痛めたようで現在治療を受けているようです。しばらくの間お待ちください。今治療を終えてベンチから出てきました。右バッターボックスは4番石川。今日4度目のバッターボックス。低めのボール引っ掛けた。一塁送球アウト。
ワンアウトランナー二塁に変わります。バッターは5番菊田。今日はここまで3打数ノーヒット1三振。1球目ストライクから第2球ストライク、これはかすった形になりました。第3球1つ外してボール。第4球を投げた外角ボール。次は5球目投げた打ちました、ファール。第6球を投げた打ちました、ボールを掴んだ、アウト。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第1球投げた見送ってボール。第2球投げたボール、アウトローへ。第3球を投げました、まっすぐ見送ってストライク、投げました打ちました、打球はライト右へヒットになります。井上三塁回ったホームイン、先攻チーム点差を2点に縮めました。リプレイをご覧ください。バッターは7番小林。第1球投げました、初球打ったライト前に出るヒット、ボールは中継、小林ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。初球から打ってった1、2塁間破った、ライトバックホーム、遠藤いいバッティングを見せました。高校チームなおもピンチが続きます。さあここで試合の流れを左右するターニングポイント、1球目空振りから外角低めボール。第3球を投げました、3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。追い込んでから第4球を打った、抜けた、二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む、まずは同点、もう一人帰るか岡野、ここは踏ん張れませんでした。身長差を欠いてしまったか。今の同点のシーンリプレイでご覧ください。ツーアウトランナー一塁三塁となりまして森、今日はここまで4打数、初球打った、センターへ上がった、センター交代、これは高校チームここで勝ち越しを許します。森タイムリーツーベース、高校チームなおもピンチが続きます。さあ先ほどの勝ち越しの場面です。岡野降板、ここでマウンドに上がったのは吉田、厳しい場面での登板です。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。ストライク、伸びのあるストレート、初球ストライクから打ちました、いい当たり、センターへ持っていった、センター前クリーンヒット、ホームイン、続いて二塁ランナーもホームイン、先攻チームこの回6点目、7対4、先ほどのプレーです。ここで打者一巡してバッターは井上。第1球投げました、打ちました、初球打ち、入るか入るか、センター下がった、取りました、これで3アウト。8回の表が終わって7対4、先攻チーム3点リードに変わっています。佐々木降板、右の西、今日2人目のピッチャーとして登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第1球投げた、ボール、投げた、見送ってストライク。第3球を投げた、打ちました、ボールはライナーで左中間へクリーンヒット、打ってバッター一気に二塁へ向かう、海老名ツーベースヒット。左バッターボックスは7番佐藤。第1球投げた、直球ストライク、インハイへ、いきなり152キロ。第2球投げた、打った、流し打ち、ファルボール、投げました、ボール。次が4球目投げました、打った、セカンド左へのゴロ、一塁送球アウト、先攻チームなおもピンチが続きます。
投げました。初球決まってストライク。サードランナーちらっと見た。1球目ストライクから第2球外、ストレートは外れてボール。第3球縦のカーブボール。第4球を投げました。4球目空振り。投球これから5球目。流し打ち、どうだ。小林下がった、ファール。投げました、打ちました。三塁ランナーはホームへ。高校チーム点差を2点に縮めました。第9球投げた、初球見送ってストライク。いきなり151キロ。第2球見送ってストライク。もう追い込んでいます。第3球打ちました。サード右抜けるか。サードから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。8回の裏が終わりまして、7対5、先攻チーム2点差まで詰め寄られています。いよいよ最終回を迎えました。先頭バッターは石川。今日はここまで4打数1安打1三振。第2球投げた、決まった。ストライク。少し迷ったか。第3球を投げた、アウトサイドストライク。追い込んでいます。第4球を投げた、打ったいい当たりだ。ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。右のバッターボックスは5番菊田。今日はここまで4打数ノーヒット、1三振。投げた、決まってストライク。まずは決めてきました。初球ストライクから投げました、危ない球。第3球を投げました、直球ストライク。インローへ、タイミング合いません。追い込んで第4球を投げました、打ちました。サード右への打球、一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。第1球投げました、高速スライダーボール。第2球投げました、外れたボール。第3球を投げた、低めボール。次が4球目、投げた、高め決まってストライク。次が5球目、投げた、インサイド空振り。第6球は外のボール、引っ掛けた。佐藤そのままベースに入ってスリーアウト。先攻チーム三者凡退に倒れました。9回の表が終わって7対5、先攻チームこの回無得点です。西降板、最終回2点リードの場面でマウンドに上がります。期待しましょう、注目の投球です。第1球投げた、ボール。第2球投げた、内角低め、外れてボール。第3球は直球決まってストライク、伸びのあるストレート。投げました、打った、左中間へ持っていきましたが取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番、今日は3安打猛打賞。投げました、ボール。第2球打った、キャッチャー落下点、ファールグラウンド、ボールをつかみました。左バッターボックスは3番勝又。先攻チーム、ここは何としても抑えたい場面。第2球投げました、打ちました。セカンド右横のゴロ、黒川取った。セカンドから一塁送球、アウト。ゲームセット、高校チーム敗れました。